皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。アラクラトロを倒したゆずきしろうと仲間は操られた闘士たちと共にグルッタの町へと戻った。これでハンフリーもね、本当英雄として称えられるんじゃないか。でもハンフリーあれからだいぶ強くなったみたいね。よかった。いやー、ちょっと強かったは強かったよね。で、この後に、俺一人じゃみんなを助けることはきっと無理だっただろう。ありがとうな。全部お前のおかげだぜ、ゆずきしろ。相変わらず個人の経営は楽じゃないし、大したものを用意したわけじゃないが、感謝の気持ちと思って受け取ってくれ。ん？クリスタルクロウ。これは、そういえば俺たちが助けた闘士たちもゆずきしろに礼を言いたいそうだぜ。顔を見せてやったらどうだと。いや、なんかいいものもらえるらしいから。で、装備品で、私ね、爪って装備しないからあれなんだけど、これ多分結構キゾイヤス、これはなかなかいいやつだね。そう、ただちょっとね、爪は使ってないのでちょっといただいてもあれだったんだけど、ひとまずまずはそのちょっと闘士の方、いるわここ早速。その助けてくれたことは相棒ととも感謝してるんだ。ありがとうチャンピオン。あんたにはでかい借りができちまった。金の話以外なら何でも言ってくれ。恩返しのつもりでやらせてもらうぜ。え、だったら石の村の復興に協力してほしいって。門番として、そう、門番としてね、守ってほしい人が必要だったんだけど、このガレムソンとベロリンガが言ってくれるのかな。よっしゃ、そういうことなら大得意だぜ。そこにいる相棒と一緒にやらせてもらう。大船に乗ったつもりで任せておきな。あ、よかった。ガレムソンとベロリンマンはそれだって石の村に行ってくれたと。あ、よかったね。で、そうそう、その後ね、どうやらカジノとステージになんかいるらしいメンバーがいるから、報酬くれる人が、ね、いるので、ここかな。ちょっと待って、ステージってどこだろう。個人が向こうで、あー、この横になんかあったかも。ここかな、もしかして。あ、入れないわ。ここじゃない。ここか。どう、普通の民家か。あ、普通の民家だ。お邪魔しました。じゃあカジノのところだね。ちょっとね、今攻略サイトをちょっと見てたからね、分かったけど、一応カジノの方でどうやらもらえるらしいので、ちょっと行ってみようか。ここグロッタそのままカジノ経営することにしたんだね。懐かしいな、グロッタ。本当ね、動画でも1本だけね、動画出したんだけど、グロッタカジノずっとやってたんだよね、実を言うと。ほんとしょぼいものしかもらえなかったりしたんだけど、グロッタカジノって。ここでカジノのステージ、ステージになんかマスク・ザ・ハンサムがいるらしいんだけど、ステージ、ここのステージってこの先にもあったね。そこのことなのかな。あれ、この子たち、あ、違うか、ただのバニーちゃんだ。ステージってここか。マスク・ザ・ハンサムはいる。あ、踊ってるわ、マスク・ザ・ハンサム。そこ、ほら、これマスク・ザ・ハンサムだよ、これ。やっと来たね、我が恩人よ。この僕をまさか忘れてたは言うまいね、シルビアンさんの友マスク・ザ・ハンサム。僕は今こうして踊っていられるのも君たちの熱い友情のおかげ。それに報いることこそ僕の使命。さあ受け取ってくれ、この僕からのありったけの愛を。カリスマスタイル、カリスマスーツ、カリスマスカーフ。僕のお礼は形あるものだけじゃないよ。さあ存分に見ていってくれ、この僕の魂のダンスを。シルベちゃんが喜びそうだよね。た
ただこれだけじゃなくって、もうあと2人いるんだけど、あとの2人が多分ねこの上じゃないかな。これね一番上のところにもあったのよね、ステージって書いてあるから。でサイゼリアとビビアンちゃんがいるらしいと。ここね、どこかな、サイゼリアとビビアンちゃんいる？ここで合ってるかな？ いないな、見えないいないのか本当に。あれここだと思ったんだけど、あれサイゼリアとビビアンちゃん、この子も違うもんね。あ、え、パフパフしてくれるの？じゃあ目をつぶっていってね。あ、ついでにラッキー、準備はいい？行くわよ、それ。あ、パフパフしてる。どうだった？私のラッパ元気が出たでしょ。そういうパフパフね、お客さんの運が上がるおまじないよ。よかったらまた来てねという感じのようだね。あ、ユグナーの銀貨いただき、これはいい。こっちの方にはいないよね。あ、いけないんだ。あれ、てっきりここにいるかと思ったんだけど、そこら辺の席に座ってる子じゃないよね。この子も違うもんね。あー、掛け事してる方々。こっちの奥が行き止まりだったんだよ。どこに何もなし。ここじゃないんだ、ステージって。あ、もしかしてさっきのハンサムがいたところなのかな、ステージって。そうだよね、ここじゃないもんね。アルーレットね、ありがとうございます。ここじゃなかったと。じゃあハンサムがいたステージのところにいるのかも。ちょっと待ってよ、まずはこれ、ね、報酬だけいただいて、これで一応全部揃ったことになったのかな。ステージ、ステージ、ハンサムステージはこの先。ここに、あ、いるいる。あれ、これだね、この二人だ。あ、素敵、素敵すぎるわハンサム様。あのダンスが私のハートを魅了するのよ。あ、違った、あれこの人違った？あれ違う。どんな見た目だったっけ？ステージの前って書いてあったんだけど、そこじゃなかった。あれここだ。この二人だ。わかりづらかった。ビビアン、僕ちゃんのこと？あ、僕ちゃんのこと探してたのよ。私を助けてくれたでしょ。ぜひお礼をしたくて。お姉さんが熱いサービスをしてあげちゃおうかと思ったけど、一目もあるし、ここではこれで我慢してね。ギャルのコサージュいただき。僕ちゃんのおかげで命拾いしたし、いつものお高いボトル持ってきて、移動し飲むわよ。サイゼリア、チャンピオン、ちょうどいいところにあんたに助けてくれた礼がしたかった。あたいからの気持ちで受け取ってくれ。ギャルの服、あたいもビビアンもあんたに簡単にアラクラトロに操られて情けない限りだよ。自分の未熟さを痛感させられたね。あたいもっと強くなるよ。仮面舞踏会は亡くなっても自分の道を極め続けるんだ。ということでね、装備品いただき。でね、これがね、ギャルの服がどうなんだろう。あ、もしかしてマルティナ専用かな。あれ違う、ギャル、あれ誰専用なの。セーニャではない。ギャルの服違うもんね。ギャルのコサージュも違うし。え、ベロニカ。あ、そうなの、ベロニカなのこれ。そうびでき、見た目も変わるんじゃない、もしかしたら。あ、変わんないんだ。そうか、ただ鍛えれば多分このギャルの服強いんだよね。そう、意外だったな。これ両方装備すると見た目変わるとかそういうのじゃないよね。頭、あ、やだ本当に変わっちゃった。あ、そう、かわいいこれ
これがギャルなんだ。え、かわいいんじゃん。ほんと見た目全然違うけど。そう、コサージュつけると帽子取っちゃうんだ。これ鍛えるのはありはありかな。鍛えないとすごい弱いんだよね。多分これどっちか外しちゃうとダメなんだよね。そっか、こうやってあれだね、装備させて感じになるわけだ。まあでもよかったね、いいもの手に入って。で一応ねこれで、あとはダーハルーメで、神秘のビスチェっていうのがなんか手に入るところがあるな。ダーハルーメ、ちょっと行ってみよう。あ、よかった、頭ぶつけない。なんかダハルーネで神秘のビスチェっていうのを安く買えるらしいんだけど、値下げ勝負をしている兄弟、そんなのいたかな、神秘のビスチェ売ってる人。なんか買える金額まで値下げするっぽいっていう話なんだけど、どこかな、そんな人いたかな。ダハルーネ、ダハルーネと、あ、さっき来たところだね。で、まあルパスさんはもう行ってると。どこにいるんだその兄弟とやらは。なんか結構良さそうなものっぽいから、いただける、買えるんだったらちょっと安い金額で買っていきたい。これでどこだろうな、装備品でも売ってるところなのかな、ここか。ここじゃない、武器屋でもないよね。なんか兄弟の方が、ここも違うもんね。んすげえ一品、あ、これだ、伝説の服、神秘のビスチェ、これ欲しかった。いやーちょっと高いね、だったらよそ行きなと。これで何回かね話しかけると安くなるって話なんだけど、あー、どうなんだろうね。お金が足りない。これそうなのかな。あー、やっぱり変わんないか金額。桁が足りないの、全然足りない。そっか、これ異変前だと値下げ勝負していた兄弟が神秘のビスチェを値下げ勝負してくれる兄弟に話しかけると値下げするんだ。異変前だから今じゃちょっともう高いままなんだよね。兄弟じゃないんだ、他いないもんね多分売ってくれる人。まあいいかな、買えないんだったら。あと他はね、そうだな、まあそのサマディ王国のガイアのハンマーも気になるんだけど、どうやらねデルカダール城で黄金のティアラって手に入れてたっけ。装備品で黄金のねティアラっていうのが手に入るので、ちょっと行ってみようかな。デルカダール、デルカダール王と会話と、結構やれることはね躊躇やってきたから、まああとはちょっと隙のある時にガイアのハンマー手に入れて、グロッタでも終わったし、あとはあユグノアの跡地にもちょっと行くといいことあるみたいだな。まず、この先とユグノアの跡地も行ってみようかな。で、そうそう、ここでね、こう上の方まで来たんだけど王様に話しかけるの忘れてた。
さ、王様もう本当はすごいね、大きな国だったんだもんね、ここ。さあ、そのティアラとやらは強いのかちょっと気になるところではあるけど、でまあね、ネルセンのね、あれが、ん、あ、そっか、マップ移動か、びっくりした。あの階段登った先かと思ってたけど、その手前で出るようだね。で、あとはイグナーの跡地にも後で行きたいけど、その前にあとは石の村にね戻ってどうなったのか、ちょっとねその後のことを聞いてみましょうか。ひとまずティアラがいただけるっていうところにだけまあ話してこようか。あれ以来王様のところ戻ってないしね、デルカダールジョ。あ、いるいる王様。さあ玉座の間で、王ゆずきしろ、勇者老主の名を継ぐ者よ、そなたの帰りを待っておったぞ。してどうであった、空の異変について何か分かったか。ああ、神の民の里で聞いたことをね、まあ話したと。いにしえの邪神ニズゼルファ、そのような強大な存在が地上に復活してしまったというのか。勇者ゆずきしろよ、世界の人々はいまだ邪神ニズゼルファの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は邪神に滅ぼされよう。どうかそなたの手で邪神ニズゼルファを倒し、この地上に平和を取り戻してくれ、頼んだぞ勇者ゆずきしろよ。あれ、それだけ。あ、もらえないか。あれ、それとももう持ってたかな。マルティナ装備してないもんね、持ってなさそうなんだけど。あれもらえなかったようだ。なんかもしかしたらちょっと条件をね、達成してないのかもしれないな。デルカダール王で黄金のティアラ、うん、ん？あれ？イベント？待ってくれ。ゆずきしろ、しばし時をくれ、マルティナに話しておきたいことがある。もしかしてこれは、なんだろう、ティアラくれるのかな、楽しみ。あ、二人きりで。デルカダール王国、強く美しい国じゃ。ウルノーガの手中にあっても揺るがなかったマルティナよ、苦労かけたな。わしはなぜ16年前のあの日お前のそばにいてやらなんだのかと。ウルノーガに心を食われ失った16年の月日、愛する娘の成長する姿を思い描くことさえできなんだ。あの時の己の弱さをわしは悔やんでも悔やみきれぬ。本来ならお前は戦いなど知らず、穏やかで幸せに満ちたこの王国の姫として生きるべきだったのだ。お前はもう十分に戦った。今からでも遅くはない。デルカダールの姫として生きてもよいのだぞ。お父様、でもマルティナ強いからな。お父様、マルティナはこの16年の月日を悔いたことなど一度もないです。この16年、マルティナは守るべきものを探す旅を続けてきました。辛いこともたくさんありました。我が身の悲運を憐れんだこともありました。けれど、その日々の果てに、かけがえのない大切なものを見つけたのです。お父様に、老様、愛する祖国、優しき民たちと信じられる仲間たち、そのすべてが生きる、このロトゼレタス、もうね、ロトゼタシアってすごく言いにくいんだよね。噛んじゃった。私は守るべきものを見つけたのです。誰のためでもありません。私は私の大切なものを守るため戦うのです。あ、ハッとなってる。
マルティナよ、強くなったな。それはお前が女王になる日に渡そうと思っていたのだが、今がその時のようじゃ、受け取ってくれ。あ、もしやそれが？それは黄金のティアラ、今は亡きサナタの母のものじゃ。お前の黒髪にきっとよく似合うじゃろう。お母様のティアラ、大切にいたします。ありがとうお父様。ではマルティナよ、行っておいで。すべてが終わり、世界に平和が訪れたなら、共に暮らそう、このデルカダール王国で。はい、行ってまいります。お父様。ということで、どうやらお母さんの固めのようだね。ってことは、これマルティナ相当強いんじゃない？ああ、鍛えれば、うん、そうだね。これも確かにね。あ、普通に戻っちゃうんだ。これ結構ね、このコスプレ好きなんだよね私。まあ鍛えれば強くなるものを一応いただいたと。うん。で、この先ね、石の村、一応みんな集まったけど、なんかあれだよね、今作のルーラーって結構頭ぶつけずにちゃんと飛べるもんね。以前だとね、天井あるところだと確実にぶつかってルーラー使えなかったんだけど、今作なんかそれがないような感じがするな。さあ、これで石の村が復興してるはず。ちょっと自宅のところ行ってみよう。うん、門番の人がまあいてくれてね。で、情報屋の方と、あれなんか足りない？もしかして。なんか足りない気がする。3人必要だって言ってたよね。あれ2人までしかまだ到達してない感じだったかな。どうだった？愛しの村にね、来てくれたと。残り。あ、マスコットキャラクター、そうだ。そうそう、そうだった。マスコットキャラクターが来てほしいって言ってたんだ。で、それが、あれ？もしかして、ドゥルターじゃなくって、始祖の森じゃなくって、クレイモラ。そう、クレイモラ。クレイモラにキャンプかな？キャンプの方が近いかな？さあ、行ってみよう。さあ、クレイモラにやってきて、ここのクレイモラン地方に、あとね、マスコットキャラクターがいるので、ちょっとね、そちらの方、会いに行ってみましょうか。まずは、昔一回だけ行ったね、ちょっと森の方なのかな？聖獣がいた方だったかな？ちょっとそっちまで行ってみましょう。あ、ハムちゃんがバリバリしてる。クレイモランから、シケスビアの、上の方にね、確か抜けたはずなので、まずはちょっとそっち方面行ってみようか。マップとしてはこのままこちら側かな。上の方にひとまず行ってと。あ、そうそう、こっちの方だったかな。うん、これで合ってるはず。さあ、もうちょっと。細い、すごく狭い。狭かったね、 あの道。あんな道通ってきたかな。ちょっと花ちゃんが外じゃない、後ろで遊んでるけど、なんかちょいちょいバリバリ音が入ってたかもしれないけど、このミルレアンの森、そうそう、この場所だったね。ひとまずミルレアンの森に行かないといけないので、この先だね。うん、多分マスコットキャラクターも一番奥のところにいるんじゃないかなとは思うんだけど、どうかな、いてくれるかな。さあ、この先、まあ一応これで達成できればエマのね、条件達成になると。さあ、ミルレアンの森やってきました。特に何もないけど、まあ一番奥まで行けばいいはずなので。ああ、なんかこういう敵いたかも。あ、しかもちょっと凶暴になってるようだね。なんか素材とかもね、ありそうはありそうなんだけど、どうかな、こういうところとか。あ、あるある。何だったっけ、素材。あ、氷の樹木ね。
最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。